京都市交通局600系電車、京都市交通局600系電車、京都市交通局600型電車は、京都市電の路面電車である、1937年から1942年にかけて95両が製造された。本項目では600系の改造による派生形式である、京都市交通局1600系電車及び、 京都市交通局2600系電車についても取り扱う。昭和初期は日本の路面電車事業者にとって一大転換期であった。昭和初年からの大恐慌によって乗客が減少しただけでなく、この時期は日本においてもモータリゼーションの溶濫期にあった子からバスやタクシーがこの時期から飛躍的に発達することになった。地方の路面電車事業者の中には、 バスの前に廃隊を余儀なくされて、路線を廃止するところも出てきたほか、大都市においても大阪市のように、民間バスと市電、市バスが熾烈な競争を繰り広げて遂には、自然の収益が赤字に転ずるところも出てきた。その一方で、大都市においては都市化の拡大に伴って、自然の路線網を拡大し、住民サービスの向上を図ることが求められていた。また、 これらの新設路線では、東京都電5000系、横浜市電1000系、大阪市電111081系、1501系、1601系、神戸市電 J 社、K 社、L 社、あとの500系といったような大正末期昭和初期に多く製造されたサントビラ、大型ボギー車で輸送力過剰になることが予想されたことから、東京都電1000系、 大阪市電801系、901系、神戸市電600型などのように、汎用性の高い中小型車を増備する方針に切り替えるようになった。京都市電においても、大正末期から昭和初期にかけて、旧京電東回り線の後期化、寺町、木屋町通りから河原町通りへ路線付け替えや、1921年、大正10年の都市計画決定で、 道路拡幅と、市電建設が決した西、王子通や球場通りなど、それまでの島市街地とは異なる郊外への路線延伸が進められるようになった。その一方で、車両の新造も1928年、昭和3年に行われた、昭和天皇の即位の御大典に合わて500型が増備され、翌1929年に200携帯車が増備、されて、以降、 不況下にあって乗客が伸び悩んだことから新車の投入がなかった。しかしながら都市計画道路への路線延伸は失業対策事業の一環として順調に進み、また1935年頃からはようやく不況を脱しつつあったことから乗客数もようやく増加に転じる形成にあったか開業時から使用していた後期一型が老朽化しつつあり、 取り替えの必要に迫られていた。このような状況のもと、1935から1936年にかけて改造された514型をテストベッドにして、600型は計画、新造された。600型は当初以下の順で製造された。戦前から戦時中にかけての竣工は以上の85両で終了した。もっとも、 1942年に686から695に相当する車両の車体が田中車両で完成しており、これは伝送品などの主要機器の入手難から竣工が遅れ、第二次世界大戦後になって、ようやく偽装を実施の上で入り、収益を開始している。600系の車体は製造時期によって601から685。 と686から695の2タイプに分類される。601から685は、両端に、客用扉を備える、全長10.7メートルで、窓配置 D、1、6、1、D、D、客用扉、1、戸袋窓、数字、窓数、戦時体制下で製造された686から695は、全長が11メートルに延長され、 窓配置 D、1、7、1、D と窓は一つ多くなっているが、窓一枚あたりの大きさはむしろ減少している。車体はそれまでの角型スタイルから一変して、電気溶接を多用し、つま面を傾斜させた当時流行の流線型を取り入れたデザインが採用された。つま面は、交代角をつけ、緩く、円弧を描く3枚窓構成とされ、 左右の窓については換気のため上部を分割して、細い押し出し窓をつけた二段窓が採用されている。また、上部中央に半埋め込み式の砲弾型ケーシングに、収めた全小灯を、行き先方向膜の上に取り付け、方向膜の左側に、通風機のルーバーを、右側には、経由地表示用の方向膜をそれぞれ設けている。下部の排晶器は500型までの金属製球除毛に、 変えて、京都市電では、初のストライカーを装備している。側面はいずれも、大きな下段上昇式の二段窓を採用し、上部の幕板高さを低くした上で屋根板と結合して、張り上げ屋根としている。601から685のグループでは、窓の上下には、ハンマル工房による、ウィンドヘッダー、水切りを兼ねるガッターライン、それにウィンドシルをすべて露出した状態で取り付け、 腰板の中央部を追加させて、主要機器を覆い隠して、台車だけ露出したスタイルになっている。これに対し、686から695のグループでは、側面のウィンドシルを側板内側に隠し、中央部の垂れ下がりを省略したデザインに変更されており、600系センジタイプとでも言うべき簡素な仕上がりになっている。内装は、構成部も含めて、 木目調で統一され、運転台のパイプ類もケーシングされている。座席は全てロングシートである。また、601から675は、車内を広く見せるために運転台後ろのく桁を省略していい。塗装も従来の茶色い式から一変して、濃いベージュとグリーンのツートンカラーとなった。この塗装を決定するにあたっては、色彩の専門家の指導を仰いで10種類の、 塗装試験を在来車に実施した言われている。こうして完成した本形式のエクステリアデザインは戦後の混乱期に登場した1000型を経て800系900型から軽量化されてリファインされた700型まで続く京都市電スタイルの源流となっている。機器構成は500型に準じているが日本国内での機器製造技術の進展から国産化されている。 単子電圧 600V 時1時間定格出力 37.28kW の直流直巻規制粒子電動機を各台車に1機ずつ吊り掛け式で操作するのを基本とする。ただし、戦前、戦中春高の601から685は定格回転数 840rpm の芝浦製作所 SE-133b。 日立製作所 HS-302A、東洋電気製造 TDK-521A、それに、新興電気 TB-28A の4機種を混用して、波数比4.57、64、14で統一していたのに対し、戦後春工の686から695では、同クラスながら、規格系電動機である SS-50 を採用。 定格回転数が 820rpm と若干低くなったことから、波数比も4.21、59、14に変更して、定格速度がほぼ同一となるようにしている。なお、戦中戦後の国史で電動機が損耗したことから、601から685の一部については、電動機の交換が実施されている。これらは代品として、 戦後竣工車と同じ SS-50 を搭載、波数比をやはり、それらと同じ4.21に変更している。三菱電機 KR-8 直接制御機を搭載する。台車はブリル 77E を模倣して国産化した中高軸バネ台車である、住友金属工業 KS-40L、および日本車両製造、汽車製造、それに、 田中車両による、その同等品が採用されている。ブレーキは、SM-3 直通ブレーキで、空気圧供給用として、ウェスティングハウスエレクトリック車線 DH-16 の同等品を床下に搭載する。本形式は登場後後期線の全車庫に配属され、軌道中心間隔が、狂気時代のままで狭かった、肝心橋以南の伏見線を除く。 後期線の全路線で営業運転を開始した。流線型の美しい車体とグリーン基調の図書区は市民を同目させ、青電のニックネームで親しまれ、老朽化した後期一系の置き換えと外角線の路線延伸の主役としての役割も十分に果たした。もっとも本形式には問題点が一つあった。車体長110メートルの短い車体に 奥行きの長いストライカーを取り付けた結果、台車の心ざら位置が必然的に車体中央寄りになり、台車中心間隔も狭くなった。このため車端部のオーバーハングが課題となり、直線で高速走行すると、前後の車ン部が大きく左右に触れる、激しい要因具を起こしたのである。このように区爆下の問題を抱えつつも、市民から好評を持って受け入れられた本形式であるが、 デビュー当初の華やかな時代は長くは続かなかった。戦火の拡大によって物資は欠乏、修理部品の不足と多発する故障に悩まされるようになった。ただし、京都市内が大きな戦災を免れたこともあり、部品不足により修理不能状態に陥っていた車両あったものの、たとしのように被災廃車を一両も出さずに戦後を迎えている。戦後の混乱期には本形式の後ろに、 電装解除した後期1型を連結して親子電車として運行した。他都市では折り返し時の入れ替え作業の困難さなどからごく短期間のうちに終了した路線が大半を占いていたが京都市電の場合は5番路目上の路線網を持っていて環状運転を行う循環系統が多く、また最大のターミナルである京都駅前停留所の構内配線が ループ線を採用していたため、入れ替え作業を最小限に抑えることができた。このため、比較的長期間にわたり、この親子電車の運行が継続されることとなった。戦後の混乱が収束し、京都市電においても、新車として1000系、800系、900型が順次収益したが、600型は、両数が多く扱いやすいことから、京都市電の主役の座を占め続けた。また、 1950年代前半には、伏見線でパンタグラフの実用試験を実施しており、600型もパンタグラフを取り付けて試験に参加している。もっとも軽量化を重視して設計された本形式において、設計時に想定されていなかった付随者の牽引は、戦中戦後の化石祭状態での運転も、相まってその車体、特に傾向を組み合わせた大枠が大きく歪むなどの、 深刻な悪影響を及ぼした。そのため、製造後、約20年を迎える1956年より、20年時メガエ、20年検査、と称する大規模な車体更新工事が601から685の85両に対して実施されることとなった。20年時メガエの工事メニューは、以下の通り、この更新修繕は1962年までの間に、 毎年重量単位で63両を対象に実施され面目を一新した。特に蛍光灯の採用は大きな効果を発揮した。緩球を使用している1000型や800型に比べるとはるかに明るい車内となり、900型や700型に引けを取らないものとなったのである。こうして本形式の更新が進んでいた九百六十年代前半、京都市電では特に ラッシュ時と換算時間帯の輸送需要の極端な格差が問題となりつつあった。特に朝ラッシュ時には1000型でも運びきれないほどの通勤客を一度に運ぶことが求められる一方で、換算時にそれらの車両を用いるのがあまりに不経済な状況となっていた。この状況に対応するため、京都市交通局では1963年度よりラッシュ時に総括制御による 連結運転が可能で、しかも換算時にはワンマンカーとして運行可能な2000系の申請投入を開始した。だが、次第に厳しくなる交通局の財政状況では、連結運転実施に必要な定数すべてを心臓者で満たすことは困難であった。そこで本形式の内未更新で残る18両を対象として、この2000型と同等の連結車へ改造する工事が、 実施されることとなった。600型から2600型への更新を兼ねた改造に際しては2000型と性能、条件がなるべく合致するように配慮がなされた。その改造内容は下記の通りである。このように心臓に近い大改造が施されたが、主電動機と台車は従来のものが流用された。そのため、主電動機は SS-50 または HS-302A、台車は KS-40J となっている。車体は 600K 時代と同様の半構成のままとなっているが、デコライタ等で更新され、全構成並みの室内となっている。これらの改造により2600型は面目を一新し、前面は新造車並みに成形されたが、つま面膜板部周辺の形状と側面のウンドシル、ウンドヘッダー、 それに、カッターラインに、かろうじて600系の面が残るのみとなった。なお、車体長が伸びたことと、前扉の2枚連接固化で、飛ぶクロブの奥行きが減少したことにより、台車の心皿中心間隔が約1500ミ、mm、リメートル伸び、オーバーハングが短くなったこともあって600系時代に悩まれていた、ヨーイングが解消され、乗り心地が大きく向上している。 これらの改造工事は2610から2612の3両が何和工期で実施された他はすべて交通局の直営で施行、三部車庫内にあった三部電車車両工場で施行された。この時培われたノウハウがその後の1600系、1800系、1900型などのワンマン化改造に生かされている。こうして完成した2600型は、 2000系ともども、カラスマ車庫に配属され、2000型と共通運用を組んで4系統に集中投入されて、ラッシュ時の連結運転及び昼間時のワンマン運転に充当された。両形式の増強に伴い、連結運転区間を西大路線、北大路線の全線と東山線の100万2北に拡大し、1966年には連結車の 運用重編成にまで増やしている。もっとも2600系の改造は当初30両を実施する計画であったが1967年以降は京都市交通局が財政再建団体に転落してしまったため18両が完成した段階で打ち切られた。本形式の2600型への改造が打ち切られた後京都市交通局ではワンマン化推進のため 在来車の改造によるワンマンカーを導入することとなった。しかし、2600系のような高コストかつ贅沢な仕様での改造は、2600系導入開始時にもまして悪化した交通局の財政状況では困難であり、またこうした大規模な改造工事の実施は短期間でのワンマカー化を推進する上で障害となるため、改造内容を大幅に簡略化する方針が取られた。 こうして、本形式のうち、20年締め会が未施行で、残存していた6 1 2 6 5号、662.667の4両及び更新済みの59両を、対象として、1966年から1968年にかけて、何は後期、大阪車両工業及び交通局の直営、三部車庫内にあった三部電車車両工場で、施行で、 ワンマン化改造工事が実施され、1600系1605から1667へ改版された。1600型への改造に際しての基本方針は以下の通り、この改造に先立ち、1965年には今後のワンマン改造の研究資料を得るために、800系866に MG、電動発電機試験車と称される改造が実施された。 改造内容は、ビューゲル自動機等装置の取り付けと埋め込み式前、消灯の露出式、シールドビームへの改造、車内外スピーカーの設置と、と、閉表示等の取り付け、運転台正面窓の落とし込み式から、押し出し式への変更および電動ワイパーの取り付け、制御装置の間接制御から直接制御への改造、終電装置の Z 型パンタグラフからビューゲルへの改造などである。 これらのコンセプト、試験結果を元にして決定された1600系の改造内容は以下の通り、改造はすでに2600型に改造された車両があったことから同時に複雑な改版、車両番号の変更を実施されることになった。また、当初は1601から1667の67両を改造する計画であったが、後日するように、 路線廃止の急速な進捗により601.603、605.606の4両がワンマンカミ指向のまま廃車されたことからこの4両に不満される。予定の1601から1604は欠番となり1605、9607がアップナンバーとなった。こうして迅速かつ安価でワンマンカーを揃えることができたが、車体及びモーター、台車は種車のままであったため、 車体の要因具に引き続き悩まされることとなった。1600型は1966年12月に最初に完成した1649.1655の2両が西木林車庫に配属され、以後順次同車庫に配属されていった。当初は通万運行で使用を開始したことから、正面のワンマンカー示せ等は白字実際は裏返しで、 ワンマンカー式別用の赤帯は巻かれずに使用されていた。その後、救助車庫にも配属を開始し同時に、西木林配置の若番車を救助に転属させ、1968年、昭和43年4月には当初の配属計画通り九に2605から1640、西木林2641から1667を配属、最終期まで、 多少の変動はあるものの前半9条、後半近隣の体制が確立した。こうして1600系の、両数が揃ったことから、1968年3月4日から、西木林担当の2.12系統、西大子9条、大円町、天皇町、大近隣、車高前引く、銀閣寺、道川原町、今出川、塩小路、高倉、京都駅。 現在の芝ス202系統及び17系統の一部、また12系統は2系統の奇襲点を、西大子市場及び市場河原町に、短縮と20両つ系統、西大子球場白梅売庁、閣寺地道西木林車庫前で1600型によるワンマン店を開始、同年6月17日からは球場担当の7、系統、球場車庫前から球条、 大宮市場大宮城4東福寺から9乗車子前、現在の市バス207系統、8系統、9乗車子前引く西大寺9乗、東山7条東福寺から9乗車子前、現在の市バス208系統、17系統、9乗車子、前引く西大寺9乗西大寺7乗から7乗、大宮市場大宮城4東福寺から9乗車子前においても1600型による、 ワンマン運を開始した。こうして勢ぞろいした1600型は2.78系統という球場、西木林両車庫の幹線系統を中心に運行されたことから、両車庫の主力車両として市場通りや河原町通り、球場通りなどでは、いつでも見られる車両となった。もっとも、1600型は600系の前後ドア配置のままでワンマンカーとして収益させたことから、 乗務員から広報監視に不便と不評の声が上がったほか、車内の出入口間の距離が長いにもかかわらず、乗降時は出入口に乗客が滞留しやすかったことから、混雑時に降りられないと乗客から苦情が出ただけでなく、乗務員からも乗降に手間取って遅延しやすいと不評であった。そのため、その後の1800系、1900型などの、 ワンマン化改造ではこれらの問題点に鑑みて、全中式のドア配置にするなど、1600系の改造を通じて現れた課題は、多形式のワンマン化改造に生かされたほか、1968年以降には、社内放送のテープ化、ブレーキ弁の応答性向上のために中継弁を取り付け、タイフォン、警笛の電磁保温化など、多形式の改造成果をフィードバックする改造が、 実施されている。その一方で、全中式のドア配置への改造が困難な、軽量構造の700系のワンマン改造の道を閉ざしてしまい、結果として、後の路線廃止時においては、減価消却満了鉄道車両は13年前の収益10年に満たない、車両が廃車されてしまうなど、財政再建団体に指定された事業者としては、経費節減の面から見て、 問題となる事例も発生した。また、この1600型によるワンマン運転の開始により、従来2000型と共に専用色に塗装されていた2600型について塗装の見直しが実施され、京都市電において第二次世界大戦後に標準色となってた窓部クリーム、ヨーブグリーンのツートンカラーにワンマンカー式別用の赤帯を創価に巻くワンマンカー標準塗装に変更された。 その後、乗客数の減少と多系統のワンマン化の進展に伴い、1970年昭和45年1月16日に外角線での運転が中止となって、連結運転は再混雑線区であるカラスマ線限定となり、翌1971年昭和46年3月31日には、連結運転そのものが終了となった。そのため、 2600型は連結機を撤去し1600型を含む他のワンマンカー各形式と共通運用化され、従来重当されていなかった各系統の運用に入ることになった。これにより、千本線、四条大宮まで、河原町線、東山線、100万以南などでの運用が開始されている。カラスマ線廃止後、 車掌の職場確保のため2600系のうち、球乗車庫配属の1632から1634と、二式林車庫配属の1636から1642の重量と2600系のうち2617.2618の2両が2000系前車と共に通満車とし、運行されることになり、ワンマン式別用の赤帯を撤去するなどの通満改造を受けた。 もっともこれら暫定2マンカーは1974年末まで2642.26172618の3両がワンマンカーに復帰し、翌1975年1月には1633.1634641の3両が1652と共に廃車され、残った6両は同年3月に全車ワンマンカーに復帰している。 2600型に18両、1600型に63両と、連結、ワンマン運転の実施に伴う改造で、形式変更が実施された結果、601.603、605.606の4両と、戦時型で未更新の686から695の合計14両が600系のまま残存しいた。このうち戦時型10両は1971年6月に、 全車廃車となり、残りの4両も1973年までに廃車となり、600型は形式消滅となった。その後、老朽化に加えて前述した上降時の問題もあることから1600型が廃車対象とされ、路線網の縮小に合わせて淘汰が進んだ。百七十二年一月の千本大宮、市場線廃止時には前年に八百四十と、 正面衝突事故を起こしていた1635が1 6 0 0発の廃車となり、1973年2月には、状態不良の1623.1624、1657.1659,660 16の5両が、1974年3月のカラスマ線、7条、カラスマ、カラスマ車庫前間廃止時には1629.1651。 の2両がそれぞれ廃車された。さらに上日の通り1975年1月2633.1634641.1652の4両が廃車されている。また、2600型についても、同じ1974年に2605が、主制御機を敷石にぶつけ自己廃車となっている。1976年4月の丸田町、白川、 今出川線の廃止時には1600系の残存全車と2601が廃車された。2600系の残り16両は2000型と同じく関節非自動制御で保守や運用に難があったことから、京都市電全廃に先立つ1977年の河原町7乗船廃止時に全車廃車となり、ここに600型に由来する全車両が廃車となっている。 京都市電の標準といえるスタイルを作った歴史的に重要な車両であったにもかかわらず、本形式は600型としては一両も保存されなかった。翌1974年に廃車になった他の通満車700系、800系、900系が各一両ずつ交通局に保存されており、わずか1年の差で保存対象とはならなかった。そのため、 交通局は600系の代わりとしてワンマン化された1600系1 6 0号を保存者に指定した。現在は梅小路公園にある市電広場に展示されている。車内の車番はワンマン化改造前の607が見える状態になっており、来歴を示す掲示文が貼られている。二千六百型については交通局の手による保存者はないが千六百三が 京都市左京区の京都コンピュータ学院北白川公式地内 2800K1801 と共に展示されている。また、解体された各社の制御機質式が、伊予鉄道松山市内線に譲渡されて、モハ 50K51 から61の関節、肘道制御への改造に活用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。